どうも、聞こえますか？2018年の10月の18日、4時28分です。未払いでネットが停止しました。お疲れ様です。声聞こえます？やばいな、本当に。ネットが止まりました。音聞こえる？あ、おはよう。聞こえる？マジオワコンだな。ツラタンだよ、ツラタン。おはよう。プツって切れたでしょ、プツって。どうやってラジオ変えんだっけな。配信これでいいのかな。これで見える。おはよう。まいったね。ネットいやもうギリギリですよ。あれあれ、三脚どこや、三脚。あれどこやったっけ、スマホホルダー。あれスマホホルダーどこやった俺。あれ俺スマホホルダーどこやったんだろう。スマートフォンホルダーがないな。どこやったんだろう。ない、スマホホルダーが。いろいろない。みんなおはよう。ちょっと今スマホホルダー探してます。のんちゃん、スマホホルダー知らない？あーそこか、それ取って。おはよう。ネットが止まった33歳です。ありがとう。昔なった。支払いに追われる日々だよ。
全然コメントないね。ついに挨拶もしなくなったか。ずうずうしいことこの上ねえな、本当に。どういう意味？こういう意味。こういう意味。わかった。わかった。今つながってるのポケット Wi-Fi だね。ポケット Wi-Fi。いや、見る分には大丈夫かもしれないけど、配信って上りの速度が必要だから、金がないからだね。それ以外理由ってあんのか。4000いくらじゃん。4000いくら。出ますか。何舐めとったらって。切れてないんだけど。何なのお前。俺別にあんたに八つ当たりも何もしてないんだけど。いや、あのね、ヤフーモバイルのね、アドバンスモードっていう 5G の規格が使い放題なんだよ。だ、地下に入ると契約ができないから。あの、地下は LTE に切り替えて7ギガだね。アイテムありがとう。あんたがいきなり来てさ、舐めとったらあかんぞとか、切れてんじゃねえよって。何、何なの。俺切れてないけど、あんた人としてどうなの、いきなり。
あ、お前に関係ないからブル、うん、どっか行けよ。お前ブロックな、お前らブロックな、関係ねえやつが刺さってくんじゃねえよ。なんだこいつ、委員長とか喧嘩売ってくんだよ、機嫌悪いんだからよ、めんどくせえ。風船ありがとう。勝つよな、ほんと。なんでこいつらいつも喧嘩売るんだろうね。何にも言ってないし、何にも敵意も何にもないのにイライラすんだけど、マジで。モバイル Wi-Fi どこやったんだろう。何がすごいの。モバイル Wi-Fi どこだ。モバイル Wi-Fi。何ある意味すごい、何がある意味すごいの。散歩、どの辺散歩する。回ろうか。花火ありがとう、匿名さん。花火ありがとう。おお、ご無沙汰です。特定、あ、いや、特定の箇所っていうか、東京とかの 5G の新企画で、ヤフーのやつなんだけど、モードが2つあって、今見えるかな、アドバンスモードって見える。このアドバンスモードっていうのが、地下とかが弱くて、東京とかだったら無制限なの。5G の企画なんだけど、これだ、多分テストマーケティングやってんだと思う。で、地下とかに入ったら LTE7GB かな、ヤフーモバイル、 Y モバイル、っていう企画だね。だから、まあ、地下とかに入らないで日中だったら、まあ無制限、で、地下とかに入ったり、地下鉄乗ったりとか、田舎の方行ったら7ギガ。うん。そんな感じですね。風船ありがとう。今止まったのは家の光回線だね。多分プロバイダーだと思うんだけど。払わねえと。
いや。外出ようぜ。のんちゃんちょっと散歩行ってくる。寒いね。うお寒っ。え、下水8000円？今のりこいるからね。更新料だ。マジか、更新料も払わないと。いいっすね。支払い用紙とか。あれ、ネットの支払いどこ。この前ネット払ったからプロバイダーだと思うんだけど。あれ、プロバイダーの支払いねえな。支払いどこだ。あれ、なんでないんだ。家賃やばいけど。生活カツカツで。マジでどうすっかな。
やべえ、プロバイダーがないな。4時、こんな時間に止まるんだね。プロバイダーの支払い用紙はない。なんで止まったんだね。と ないの？なんでネット止まったの？意味が分かんねえ。どうしよう。ネットの支払い用しかないんだ。どうすればいいんだ。どういうこと？プロバイダーの支払い要素はね、自分の力で解決するよ。マジで困ったな。
ね、ポケットを優先させるっていうのがよくわかんないんだけど。いや、のんちゃん支払い用しかねえわ。明日電話するかもしんない。なんだこれ、なんで支払い用しかねえんだろう。この間払ったんだから、プロバイダーの方かなと思ったんだけど、プロバイダーの方がね、ないんだよね。はい、あと保証会社の保証料の、この前払ったのは何だったっけ。テザリング機能ないね。明日電話しないとダメだな。電話にはついてるんだ。9月ご請求分これか。9月請求分これかな。請求分俺払ったと思ったんだけどな。あ、うん、8月分だ俺が払った。8月分ご利用停止日11日だから違うと思うんだよな。9月分これ払えばいいのかな。払ってみる。9月分確かに払ってないっぽいんだけど、プロバイダーじゃねえのか。どうなんだろう。今ポケット Wi-Fi だね。あれ、プロバイダーが止まってるか光回線が止まってるか分かる方法ってあんのかな。あ、止まってなかったわ。多分ネット止まってねえわ。あ、ごめん、みんな止まってなかったわ。止まってなかった。つながった。あのね、ここが抜けてただけだわ。これが抜けただけだった。ごめん、つながってるわ。のんちゃん、ネット止まってなかった。あの、配線が抜けてただけだった。パソコンから配線がずれただけだった。あ、よかった。おかしいなと思ったんだよね。いいや。
じゃあ散歩行くか。散歩行くか。いや、こじるためだったら別に繋がってないに黙ってればいいじゃん。なんでお前らそんな疑い深いの？なんでひたすら疑うことしかできないの？別になんか繋がったって言ったんだから繋がっててよかったねで終わりじゃん。なんか性格歪んでるよなお前ら。アンチ。普通に繋がってよかったねで終わりでいいじゃん。おはよう。うん。いや、違う、あのね、配線が抜けてただけだった。あの、USB の。カチャってはまってなかっただけだった。よかった。いや、ブツって切れたから、放送中に。ただ、時間帯的におかしいなと思ったね。夜中の12時にね、ダメになること多いから。んじゃあ、お前ブロックな。なんだよ、なんだよって言われたもんね。そうだったかんね。なんだよって言われたもん。なんで払わない。なんだろうね、病気なんじゃないの多分。え、どうする？外を散歩行く？散歩配信でいいの？のんちゃんお腹は？お腹すいた。お腹すいた？なんか散歩しながらご飯食べようよ。うん。着替えて。うん。夜中だね、だいたい止まんの。おかしいなと思ったんだけど。っていうかさ、俺の部屋にずっと小さいこんなクモがいるんだけどさ、まだ生きてるんだけど、こいつら何食って生きてんの？クモって。こんなちっこいクモがずっと生きてるんだよね、俺の部屋の中で。一匹可愛いから生かしてるんだけど、一匹だけクモがいるんだよ俺の部屋に。クモって何食べてんだろう。ハエトリグモっていうの。こんな小さいクモだよ。今顔出したけど何食ってんだろうね。お疲れ。調子悪いよあーちゃん。調子悪いよ。メンタル絶不調だよ。そうそう、そんくらいの大きさ。ホコリ食ってんの？ホコリって食えるんだな。だって携帯配信なの。タイトル変えらんないよふわっちは。でお前に命令される筋合いないから、お前ブロックな。コバエとか食ってんのかな。害虫食うんだ。こんなんだよ。こんな小さいやつだよ。こんなのがゴキブリ食べないでしょ。かわいいからずっと生かしておいてんだけど。携帯高画質なのかな。ダニを食べてるんだ。配信、高画質。画質モード高画質だね。これが高画質配信だね。携帯電話。みんなこんなもんじゃないの？普段俺の配信慣れすぎてるだけじゃないの。高画質こんなもんだよみんな多分。みんなこれくらいだよね高画質。そうそう、インカメラの画質は悪い。
いいよ。パソコンの画面見せようかじゃあ。パソコンは、いや、画質は実はそんなに良くないね。俺のパソコンはこんな感じで、これくらい。画質は、そんなに良くないと思うよ。これが今パソコンの画面。まあ、ソフトで、どれくらいに設定してたかな、カメラ。640の360だよ。あ、いたいた。うわっ、ゴキブリじゃねえかよ。雲じゃねえじゃん。ゴキブリじゃねえかよ。ゴキブリだったわ、俺が生かしてんの。なんだこいつ。うわ、超キモい、超キモい。うわ、ゴキブリじゃん。雲じゃねえじゃん。ちょっと。なんでお前、お前はいいよ。思いっきりゴキブリだったわ。全然雲じゃねえじゃん。ふざけんなよ。ゴキブリ嫌いなんだよ。まあ、こいつも生かしとこう。ご起動とか言わないで。ふざけんなよ、ほんと。こいつ何なんだよ、人の家によ。いや、目悪いんだよね。腹立つわ。髪の毛も黒く染めたいんだよな。はい、ブロックです。あ、さよなら。ゴキブリホイホイ置いてるよ、うん、野鳥高画質配信詳しいはずだから、野鳥が画質を落としてる理由は分かんないね。もっと悪い場合は低画質配信にしてる。やっぱパソコン配信に慣れてるとやっぱあれだよね。パソコン配信に慣れてるとダメだよね、うん、黒髪にするよ。いや、ただ黒くなるだけだよ。半分黒で半分赤だから。高画質超える画像になるんですか。俺がやってるカメラの撮影だとこうなるね。ちょっと待って。俺の YouTube 見てもらえばわかるけど、ちょっと待ってね。よいしょ、ちょっと待ってね。これくらいの高画質になるね。ハゲてるの。こんな感じ。僕のことを誹謗中傷している YouTuber でジャストミート当たるっていう人についてお話したいと思います、僕配信6年やっていて3年間はニコニコ生放送。こうなるね。高画質はまあ高画質だよ。これが一眼レフで撮ったやつ。これくらいの画質にはなる。こういう風になる。これが一眼のカメラの画質、うん、まあ一眼は桁違いだよ、うん、でカラーグレーディングっていうのをやってるから、これは映画とかに使われてる手法でカラグレっていうのをちゃんとやってる、うん、だからまあなんか iPhone とかとはレベルが違うよやっぱり、うん、それはもう全然変わるね。公開させていただいたんですけれども、うん、早速 Amazon のギフトが届きましたので皆さんにご紹介させてください。こういう画質だね。こんなにね大きい箱で、まあ俺の一眼の画質が気になるんだったら俺の YouTube 見てください。YouTube に載ってますよ。多分どんだけ引き伸ばしてもノイズが乗らないぐらい綺麗だと思うよ。
YouTube で和戸監督って検索すると出てくる俺のチャンネルが。何食べるのんちゃん。デニーズ。デニーズ。デニーズ食べたいの。松屋。いや、デニーズの何が食べたいの。デニーズってここにいる200人全員食べれないよ、低所得者だから。デニーズって言ったら年に1回行けるか行けないかとかそういうレベルだよ、のんちゃん。のんちゃん、松屋。違う違う、デニーズで何が食べたいの。デニーズ、デニーズなんてお前ら食ったことないでしょ。低所得者はいけないんだよ、デニーズに。デニーズで何食べたいの。サラダ。サラダ、なんだそれ。のんちゃん、ご飯作ろうよ。もう食費がやばいんだ。スーパー行こうよ、スーパー。なんか作ってよ。いや、自炊最強だよね。自炊はマジで俺哲学だと思ってんの。料理配信する？料理配信どう？のんめし、のんめし料理配信どう？のりこ食堂ねえ、筑前煮とか作んない、のんちゃん。なんかパッと作れて。パッと作れないよ。筑前煮ってパッと作れるよね。えデニーズっていうのはもうほんと表参道と同じぐらいレベルが高いから。表参道ですよ、表参道。デニーズでサラダ、甘やかしすぎだな。のんちゃん、じゃあクラブハウスサンド作る。和道クラブハウスサンド、うん、そうする、うん、そうしようか。じゃあスーパー行こう。スーパー行くよ。え、じゃあカメラ置いてくわ。カメラ撮らないでしょ多分。 ちょっとカメラ写真撮るのやめて、ちょっと自炊しよう。和道クラブハウスサンド作ろう。和道クラブハウスサンド、卵とベーコンと、あとなんだろう、卵とベーコンとトマト、トマトじゃない、トメイトだ、トメイト。あとはレタス、うん、クラブハウスサンドって何入れるっけ。卵と、いり卵と、卵とベーコンと、卵とベーコンとトメイトとレタス、それでいいのかな。あとなんかあったっけ、クラブハウスサンド。ベーコン、卵、卵じゃない、トマト、トメイト、うん、そんな感じだよね。のんちゃん勝手に行かないで。冷蔵庫チェック、冷蔵庫チェック。玉ねぎ、玉ねぎは捨てようぜ、もう。冷蔵庫、ああ、ハンターハンターが落ちた。てめえネギ、何もないね、冷蔵庫、うん。ケチャップ、マヨネーズがないから、マヨネーズとケチャップがない。マヨネーズとケチャップ覚えておいて。マヨネーズ、ケチャップ、マスタード。ていうかスーパー Wi-Fi 電波あったかな。いくよ。ベーコン、スクランブルエッグ、トマト、チーズいいね。チーズ買おう。チーズ買おう。チーズ、よいしょ、いきます。のんちゃん、トメイトって言える？トメイト。
もう一回言って。トメイト。うん、発音悪いな。トメイト。じゃあ、トメイト。トメイト。うん。のんちゃんいるよ、おいで、のんちゃん。のんちゃん、英語苦手だったでしょ。うん。マクドナルドって英語で言ってみて。マクドナルド。違う違う。マクドナルド。マクドナルド。ああ、ダメだ。マクドナルドだから。マクドナルド。マクドナルドって言われたから、俺。スティーブに。うん。マクドナルド。英語の練習。のんちゃん、他に何語が得意なの？英語。英語？じゃあ喋れる英語をやってみて。一番自信ある英語。おはよう、花火ありがとう。のんちゃんが一番自信ある英語。I'm wearing shirts. I'm wearing shirts.Wearing shirts. Blueberry. Blueberry. 頭おかしいやつ。頭おかしいやつ。イエスさん、昨日ごめんね、寝てた俺。イエスさんの花火気づかなかったわ。え、俺らの日常会話。ここの道かっこいいんだよ、みんな。超かっこよくない？ここいいよね、細くてね。ここの道俺大好きなんだ。いいよね。この道好きだわ。狭い感じがいいよね、路地裏って感じ。お話もできる。お話できるの？じゃあ英語で会話しよう。OK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 。なんで牽制しちゃったの？いいよ、英語で来いよ。来いよ。お前、俺留学してたからな。俺のネイティブさを教えてやるよ。じゃあね。じゃあねがもうアウトだ。もうじゃあねえよ。Where are you going? I'm going to supermarket. ポンコツだわ、ほんと。ポンコツだよ、ポンコツ。のんちゃんにすごい優しいよ。ねえ、のんちゃん。うん。会話にならない。I like ほうじゅん。ほうじゅん。牽制し合って終わったね。なんか臭いな。花の匂いで。花か。和道クラブハウスサンド、ベーコン、卵、レタスにトメイトでいいの？チーズは？チーズも入れる？
もチーズ入れるとアンチ湧く。なんで？チーズなんて入れんじゃねえよ、うん、バイトしろって言われる。チーズなんかお前にはって言われる。でも確かスーパー電波ないんだよね。一回切るね、スーパー着いたら。で家帰ってあのクッキング配信やるから、ワドクック、ワドクッキング配信 OK。 美味しいよね、ワド、ワド、なんだっけ、クラブハウスサンド、クラブハウスサンドだから、なんだっけ、 CHS CHS かな。 OK みんな、一回もうスーパー着いたら放送切るよ。チーズはチェダーだよね、うん、チェダーチーズだね。いってらっしゃい。あとで料理配信だね、うん、みんな集合、和道クッキング。パンも買わない。パンもだね、ブレッドだよ、ブレッド。ブレッドあった？ブレッドなかったら別のにする。麻婆豆腐に変わる。だいたいジャンル一緒だから、うん、そうね。そう、クラブハウスサンドと麻婆豆腐、クリソッツだから。じゃあみんなお疲れ、また来てね。